こんにちは。最近むしろトレーニングボリュームが足りてないんじゃないかと感じている B レジェンド田中です。今日はやりすぎは逆効果、オーバーワークによるデメリットについてお話したいと思います。私は B レジェンドジムでトレーナーとして勤務している田中と申します。自身のトレーニングとしてはパワーリフティングを行っております。大会の実績としては近畿パワーリフティング選手権優勝した経験があります。皆さん日々どのぐらいの頻度でトレーニングされていますか？また1回あたりのトレーニング時間はどのぐらいされているでしょうか？私自身も実はオーバーワークになった経験があります。これ10年以上前のお話なんですが、トレーナーになりたての頃でパーソナルトレーナーとして活動しようかなと考えていた時に、やはりこう説得力が欲しいというところで、なんとか大会で結果を残してですね、説得力のあるトレーナーになりたいなと思ってですね、がむしゃらにトレーニングを行っていたんですが、多い時で6時間ぐらい1日行ってたことがありました。やっぱりスタミナも切れてくるんで、集中力が切れたらもうカフェインをガンガン取ってですね、危ないので真似しちゃダメなんですけど、なんとか集中力を持たせてトレーニングやってたんですが、やはり無理は意味がないということを身をもって体験しました。やっぱり疲労が抜けなくなるし、カフェインでなんとかこう集中力を持たそうとしてもですね、元気を前借りしているという表現がふさわしいかと思うんですけど、どこかしらその無理をした歪みっていうのはですね、後になってきます。私の場合はカフェイン取りすぎて夜眠れなくなりました。不眠症に近い状態になりました。3時か4時ぐらいまでテンションが上がって寝つけないとかですね、あとは寝なかった分とか無理して動いた分、仕事中ですね、眠くなるとか、常に体がだるい状態になるとかですね、朝起きた時にさあ今から仕事だという気持ちのこう上がってる状態が作れない、疲れた今日もしんどいなとかですね、いつの間にか大好きだったトレーニングに行くところもですね、今日はしんどいなというか、でもやっぱり体を動かさないとなっていう、ちょっとトレーニングも楽しめない精神状態になりました。でその中で、無理をしていたんで、体に負担もかかってたでしょうし、トレーニング中の集中力も切れてたというところで、トレーニング中に首を痛めるっていうことも経験しました。オーバーワークというのがどういうものなのかっていうところと、私も経験したんで、あまりこう皆さんにお勧めしないよっていうところで、またオーバーワークになったらどうしたらいいのかっていうところのお話をこれからしていきたいと思います。オーバーワークっていうのはそもそもどういう状態になって、どういうデメリットがあるのかっていうところを順番に例を挙げていきたいと思います。まず一つ目ですが、オーバーワークになると筋肉が落ちます。筋肉はストレスをかけて、ダメージを受ける。そこから回復の過程でですね、筋肉が成長していくっていうところになるんですが、あんまりダメージを与えすぎるとですね、回復力に対してダメージが勝ってしまう状態になりますので、また過度に長時間のトレーニングはですね、筋肉を分解するホルモンっていうのが分泌されますので、オーバーワークになるとせっかくこう筋肉を増やそうと思って、いい状態になろうと思って頑張ってるんですけど、むしろ筋肉が落ちちゃう状態になってしまいます。ひどい状態になると体脂肪落ちてないのに体重が下がっている、筋肉が徐々に分解しているという状態になってしまいます。2つ目ですね、慢性疲労の状態になりますので、集中力低下します。でまたメンタルの状態ですね、活気のある状態ではない、気分が沈んでいる、疲れたっていう状態になってしまいます。これもですね、日々充実させようと思ってトレーニングしてるのに、メンタルがむしろマイナス方向になってしまうっていうのはですね、あまり良くない。適度な負荷でトレーニングしているとですね、気分も上がって、むしろこうメンタルヘルス的にはプラスになるんですが、オーバーワークの状態っていうのはむしろマイナスの効果を生んでしまいます。で3つ目ですね、出力も低下します。体だけが疲労しているんじゃなくてですね、神経系ですね、筋肉を活動させる、信号を出すというところもですね、疲れちゃいますので、同じ筋肉量の状態であってもですね、100キロ上がってたのがもう90キロしか上がらないと、それでも頑張ってたらもう今度85しか上がらないというふうに出力が下がっていく状態になります。これと似た状態でですね、調子がいいからマックスチャレンジを1週間目やって、2週間目やって、
3週間目続けてると神経系のオーバーワークになってですね、マックス上がらなくなりますので、まあ、筋肉とか関節とか体だけじゃなくてですね、筋肉を興奮させる神経系もオーバーワークになってしまうというのは知っておいていただいた方がいいかなと思います。4つ目、怪我が増えます。まあ、集中力の低下からね、フォームがずれたりとか、まあ、バランスを崩して怪我するっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、関節っていうのはですね、まあ、消耗品と言われるようにですね、肘であったらベンチプレスをやりすぎてたらだんだん肘が疲れたりとかですね、まあ、オーバーヘッドエクステンションなどやっててストレッチかけすぎたらだんだん肘に疲労が溜まってですね、関節壊れてきます。スクワットをやりすぎてて股関節痛めたり膝痛めたりっていうことももちろんあります。これはですね、関節っていうのは骨と骨がこう当たる場所があるので、まあ、そこが摩耗して痛くなったりとかですね、筋肉と骨をつなぐ腱だとかですね、まあ、骨と骨の間をこうつないでる靭帯とかもですね、やはりこうダメージが蓄積していくので、まあ、オーバーワークの状態になると怪我につながったりとかですね、慢性的な痛みが出てきてトレーニングに集中できないという状態になってしまいます。そのためですね、筋肉のダメージだけじゃなくてですね、関節などもオーバーワークになってしまうということもありますので、しっかり回復期間を設ける、まあ、トレーニングの頻度をコントロールするであったりとかですね、同じ種目とか同じ場所ばっかり過剰に攻める期間を作らないというのが重要になってきます。オーバーワークにならないためにどうしたらいいのかっていうお話をしていきたいと思います。まず一つはオフ日を設ける、まあ、言い方を変えると回復期間を設けるというところです。トップ選手などではですね、まあ、1日2回トレーニングして、まあ、週7回トレーニングできるっていうですね、まあ、すごい回復力を持った方もおられるんですが、まあ、そういう方はそのぐらい回復できるからトップ選手っていうのもありますのでですね、まあ、私もそうなんですけど、回復日ですね、まあ、オフ日設けないとダメージ抜けないですし、トレーニングするのしんどくなってきます。これはですね、1週間あたり例えば1日のオフで怪我もなくトレーニングできるという人もいれば、2日3日オフ日を設けた方がいいという方もおられますので、まあ、ご自身の回復力に合わせてですね、オフ日を設けるということをやってみてください。またですね、トレーニングだけじゃなくてですね、まあ、仕事柄体を使うとかですね、睡眠時間が短いとか、まあ、アルコールを飲む、多量飲むお付き合いが多いとかですね、まあ、なかなか回復しづらい状況っていうのも考慮する必要があるので、体質と日常生活の回復を阻害する要因っていうのも考えながら回復期間を設けてみるといいかと思います。で、比較的最初のうちはですね、やっぱ回復力も低いので、まあ、回復しっかり設けながらやってもいいとは思いますし、トレーニング慣れてきたら回復期間をもうちょっと短くてもできるかなってなってくる時もありますし、今度はですね、扱う重量が伸びてきたと、筋肉は追いつけるけど今度関節が追いつかないとかですね、まあ、レベルが上がってくると今度逆にまた回復期間を設けないといけないとかですね、まあ、状況は変化しますので、まあ、その状況に合わせて回復期間を調整していくっていうのは大事になってくるかなと思います。ポイント2つ目ですね、種目の特性を考慮するっていうところになります。トレーニングの種目によってですね、回復期間長めに設けた方がいい種目と、まあ、これは比較的短い回復期間でいいかなっていう種目があります。まあ、分かりやすい種目で言うとスクワットとかデッドリフトとかですね、全身のパワーを使っていろんな筋肉が動員される種目などはやっぱりトレーニングの翌日とかも疲労感が残ってたり、トレーニングの翌日にハードな種目をやろうとしてもですね、重りが上がんなかったりするっていうのはよく起きることなので、ダメージが大きい種目とダメージそんなに大きくない種目っていうのをですね、トレーニングの特性を考えながらオフ日を設定するといいかなと思います。まあ、私の場合はですね、まあ、スクワットとかデッドリフトってやっぱりダメージ大きいので、まあ、その後の日は全身使わなくていい種目、腕の日を設けたりとかですね、肩のトレーニングだとミリタリープレスじゃなくて背もたれありのダンベルショルダープレスに切り替えるなどの調整をすると、まあ、疲労がコントロールできるかなと思います。思い切ってですね、スクワットデッド翌日はオフにするっていうのもまあ一つかなと思いますので、種目特性を考慮してオーバーワークにならないように回復を設定してみてください。3つ目は睡眠時間ですね。まあ、しっかり睡眠取らないとですね、そもそもやっぱり回復しないです。まあ、できるだけ睡眠時間は長く取った方が良いかなと思います。例えばトレーニングやってない方で普段5時間ぐらい寝たら疲労感もちゃんと取れてるっていう方でもですね、まあ、トレーニングやりだしたら多分体にかかるストレスは大きくなると思いますので、やっぱり6、7時間は睡眠取った方がむしろ回復力高まってですね、調子良くなると思いますので、私もついついスマホを見るの好きなんで寝る前にスマホを見たりするんですけど、まあ、そういう時間をですねちょっと減らして睡眠に当てる時間をちゃんと確保するっていうのはオーバーワークの予防には大事かなと思いますので、ぜひ睡眠の確保は気をつけてください。次の4つ目のポイントは栄
栄養摂取ですね、まあ、やっぱりこう体の回復にはですね、ちゃんとバランスの良い食事をとって栄養をちゃんと取らないと回復しません。分かりやすい事例で言うとですね、減量期ですね、カロリーが足りてない状態ってやっぱり回復力も下がるんで、いつもと同じボリュームやろうとしたらオーバーワークになったりとかですね、関節もですね栄養がいかなくて怪我しやすくなったりしている状態になりますので、栄養状態が今どの状態になっているのかっていうところが考えながら回復を設定することがオーバーワークの予防になると思います。まあ、特に減量中じゃない方はですね、3食しっかり食べて、3大栄養素と言われるですね、炭水化物、タンパク質、脂質、しっかりバランスよく取ることでオーバーワークの予防になるかなと思います。まあ、特にトレーニングされている方はですね、タンパク質はしっかり意識して取るようにしてください。仕事中忙しくて取れないという方はですね、ぜひまあプロテインを飲んでいただいてタンパク質を確保するように意識してください。3つ目のポイントはですね、まあ、ストレスのコントロールですね。ストレスが高い状態だと回復力低下します。もちろん筋トレもですね、まあ、ストレス解消に役には立つんですけど、過剰なトレーニングはまあこれもストレスですね。またですね、まあ、日常生活でストレスが多い方は回復力が低下しますので、イライラしたら筋トレで解消するぐらいの気持ちでですね、まあ、あまりネガティブにならずにポジティブにストレスコントロールしていただけたらと思います。どうしてもですね、状況的にストレスが高い状態だという方はですね、トレーニングボリュームちょっと落としたりとか、トレーニングの頻度を少し下げて回復期間しっかり設けるっていうのも大事になるかなと思います。ただし軽いね運動をすることで気分転換になってストレスがむしろ低減するということもありますので、どうやったら自分が前向きなメンタルで過ごせるのかなっていうところを考えてですね、やっていただければなと思います。次はですね、アルコールの摂取ですね。これもですね、筋肉がつきやすい状態にはならないですね、アルコール取ってたら。で、回復力も低下しますし、回復力が低下しているっていうのは、まあ、オーバーワークになりやすい要素になりますので、でしかもアルコールを取るとですね、睡眠の質もやっぱり下がっちゃうので、まあ、オーバーワークになりそうかなと感じたらですね、アルコールちょっと減らすとか、この期間トレーニングハードに体を変えたい、ダメージも結構体にかかってくるなっていう時期はですね、ちょっとアルコールを少し減らすとか工夫が必要かなとは思います。じゃあ実際に疲労が感じてしまったらっていうところですね、まずまあ軽いちょっとこうだるさとかですね、感じてしまったらっていうところで言うと、まあしっかりもうオフを取ってしっかり寝ましょうっていうところになってくるとは思うんですけど、体重がもう減少したりとかですね、なんか怪我が続いてるなぐらいのもう強めのオーバーワークが出てしまったらっていう話になってくると、これはですね、もう1週間か2週間思いっきり休むのも一つだと思います。まあ私もこう休むのって実は苦手で、やっぱトレーニングしていることで、まあ、なんとか前に進んでるっていう精神的な安定感というか安心感もあるんで、ついついやっちゃうんですけど、オーバーワークの状態でトレーニングを続けてもですね、そもそも筋肉増えない、記録はむしろ下がっていくっていう状態になりますし、まあ、何よりも怪我が増えてきますね。まあ、私もオーバーワークの状態になってしまうとちょくちょく怪我をします。まあ、オーバーワークを感じている状態っていうのは関節とかに違和感も感じているっていう状態になってると思いますんで、まあ、1週間2週間ね、まあ、思い切って休むことでですね、関節が徐々に回復してきます。怪我の状態がやっぱ多少マシになってきますんで、まあ、1週間2週間休んですぐはね、そんな高重量のトレーニングとかハードなトレーニングできないんですけど、まあ、最初に慣らしのトレーニングを軽めに入れて徐々に負荷を上げていったらですね、無理してトレーニングオーバーワークの状態でやってた時よりもですね、まあ、思い切って休んだ後の方が記録良かったりします。毎日ハードにやってて徐々に記録が下がってきたら、 1,2 週間思いっきり休んでみるっていうのも、まあ、一つの解決策かなとは思いますので、頑張りたい時期に抵抗はあるとは思うんですけど、思い切って休みを取るというのが、まあ、一つのやり方だと思います。ではオーバーワークについてのお話は以上になります。まあ、トレーニングのね結果を出すためには、まあ、ハードなトレーニングっていうのはですね、まあ、皆さん意識して頑張りたいと思うところだとは思うんですけど、オーバーワークにならないように疲労のコントロールが結構大事になってきます。まあ、慣れてくるとですね、これはこのぐらいのダメージだから次のトレーニングはこのぐらいできそうかなとかですね、その日のトレーニングを目いっぱい出し切るというよりもですね、1ヶ月2ヶ月の期間を通して途中で潰れずにですね、徐々に負荷を上げていって、でこの期間しっかりハードなトレーニングを通してできるような疲労のコントロール、ダメージのコントロールっていうのを意識してやっていくと、長期的にですね体を良くしていく、トレーニング成果を上げていくことができますので、鍛えるばっかり
じゃなくてですね、疲労のコントロール、ダメージのコントロールっていうのを今後意識してやってみてください。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。B レジェンドの公式 LINE では毎日お得な情報を配信しています。その他 B レジェンドでは毎月新しい商品を発売しております。お得なセールも開催しておりますので、概要欄からチェックしてください。それではまたお会いしましょう。